さあということで少しね休憩挟みまして再開していこうかなと思います。とりあえず7ターン以内ですね。よしでは行きましょうか。あの爆弾ダルみたいなやつ使えないのかな。どうなんだろうね。くそマリーネス、ここで同士打ちをせよってのか。うん、あの旗前にどっかね。何よそ見してるの。さあ楽しいショーの始まりよ。アーサーナビ、だが応戦するしかない。迷っていればこっちがやれる。倒せば目が覚めるかもしれない。なんとかやってみよう。危険だ。やっぱそうだよね。あの樽には気をつけて、正気を当たると爆発するから。さあ爆弾樽、爆弾樽は攻撃によって破壊されると爆発し、周囲のユニットを吹き飛ばします。吹き飛ばされたユニットはダメージを受け、ガード状態が解除されます。まあ、逆に利用するってでもってことですよね。行くぞ。こうなったら腹くれ、全力でパンサーを止めるぞ。行くぞジョーカー。さあということで、いつでも来い。やるぞ。まあ、そんなら ここなら安全そうだな。こんな感じで遠くからね当てるっていうやり方がいいのかなって思うんですが、隠れつのがいいのかな。そう考えるとそれか、割と近づいちゃってもいい。やってみる。はい。結構痛いぜ。よし。割と吹っ飛びましたね。思ったより吹っ飛んだな。この状況、そうだな。いつでも来い。一応回り込みをできるのか。チャンスは取れるね。撃つ。フライバングル使えるようになるんじゃないか。さすがだ。いきますね。オッケーオッケー。回復マス踏みつついける。これ届いてるかな。よし行きましょうか。お願いします。我らの意志を見よ。さて、さあということで一掃できましたね。ジョーカーのやることなくなっちゃったな。どうすっか。まあ、この辺まで近づいちゃっていいんじゃないかな。そうということで、よし、我が輩がモルガナさんがまた爆弾タル使いたいよな。はい、受けられるか。いつでも来い。で
またトライバングル狙いいけないかな、どうだろう。行きましょう。いいぞ、その調子だ、エル。で、ワンモア取る。さて。よし。囲めない？囲めるよね。オッケーオッケー。まあ、ちょっと微妙かこれ。入ってる範囲内に大丈夫。ちゃんと。そうそう。大丈夫かな、石変えちゃえばいいのか。むしろ。やるよ。こうすれば入るよね。オッケーオッケー。よし、行きましょう。お願いします。逃がしはしないと。スロースロート。でもぬるいわね。もっと楽しませてよ。ない。え、平気なの？まさかマリエの洗脳の力なのか。痛みすら忘れほど。そんな。体がボロボロになっちゃうよ。ジョーカー、一刻も早くパンサーを止めるぞ。さて、そう、ということで、まあ、割といいとこまでは振られてる感はあるので、そうだな。ヘルソナ、普通にスキルもありかもしれん。頂戴しよう。サムハイハ。よくなのよ。撃破だ。の、ホットインがある。あ、回復してる。マジか。楽しみましょう。かなり動きましたね。踏ん張るぞ。そうか、増援もあるのか。それ考えるとな、割とちゃんと攻めた方が良さそうですね。さすがジョーカー、ナイスカバーだ。やるぞ。あっ、ちちちち。とりあえず近接当てて。ナイスだ、エル。負けてられないな。行くぞ。うわー、ちょっとギリ削りきれないのか。任せろ。森永さん来られる。見たか、このカバー、さすが我が輩だ。打ち抜くなのよ。見事に決まっちまったな。これで、ペルソナ足りないね。足りないですね。マジか。そっか、そうなるか。ちょっと一回アンドゥー使っていいですか。よし、まあ、トライアングル決めるところまではね大丈夫だと思うんで、まあ、そこは同じ感じでいこうと思います。やるよ。やるぞ。死ぬか。よし。えっ、なんと。ナイスだ、エル。負けてられないな。いいね。とりあえず範囲内に入れることだよね、今は。
やるよ。これで若干位置は変えたかな。え？そう？ジョーカー。この状況は。アンさんを倒せないと多分無限巻きというか、レイオンさんね、そんな感じがするので、なんとかしたい感はあるよね。さすがジョーカー、ナイスカバーだ。行くぞ。やっぱ範囲外使うべきになっちゃうのかな、そうなると。頂戴しよう。やれやれよ。だな。そう簡単にはやらしみましょう。巨尺見られなさい。割と似たような状況になっちゃってるな。敵が増えてる。若干パーソの位置が違うぐらいか。動きが鈍ってる。そう考えるとそうだな。アイガー、あっちちちち、はい、ちょっと攻撃がヒット。よし、エールやるじゃないか。で、いい感じだ、ジョーカー。任せろ。ちょっと遠く行っちゃったな。見たか、このカバー。足りないね。微妙に足らんですね。そうか。やれるかのよ。我ながら惚れ惚れする腕前だ。この程度、全然消えないわ。倒れてくれたはずじゃ。倒れるのはお前たちよ。このマリエ様の旗前ね。旗、これってこの旗からマリエの力が2人に流れ込んでる。一応進むのかな。そういうカリコリか。ジョーカー、あの旗を狙えないか。狙ったって無駄だ。旗は支配の象徴、何度でも復活する。再戦するってのかよ。クソ、一体どうすれば。でも旗が支配の象徴というなら、そこをつけば。あ、クリア扱いだったんだ。じゃあさっきのでも全然。敵がかわいそうだな。よかったってことですよね。そうか、 OK です。だいぶ余裕持ってやったんじゃない。やっぱトライバングルできるかどうかでかなり変わりますね。多分7ターンギリギリかかるんじゃないかな、トライバングルなしとかだと。割とね。異性の割には大したことないのね。攻撃は手ぬるいわよ。仲間の体だからって遠慮してるの？ほーら、今なら好きだらけよ。攻撃したら？しっかりしろ、目を覚ませ。バッカじゃない？無駄よ、無駄。そんなので戻るほど私の支配は甘くないわ。言いやがって。お遊びはもう終わり。さ、無残
様に這いつくばりなさい。おい、まずいんじゃないか。どこかに逃げ道は。残念だけど、そういうのはなさそうだね。ならやむを得ない。潔く投降しよう。拘束はされるだろうが、少なくとも命までは。ここで私たちが捕まれば、マリエに支配されて終わりだ。そうかもしれないが、これ以上抵抗したところで無意味だ。支配だろうが洗脳だろうが、殺されるよりマシじゃないか。ねえ、投資郎って言ったよね。確かに状況は絶望的だけど、まだ終わりじゃない。希望があるなら、あがいてでももがいてでも勝利に向けて戦い抜く。不当な行いに黙っているのは受け入れたのと一緒だ。君のおかげだ。この旗は革命軍の反撃の狼煙。我らはこれより革命を起こす。なんだあの旗。今はそれよりパンサーナビ、頭ガンガンする。よかった、支配は消えたみたいだ。とにかく考えるのは後だ。今はさっさと脱出するぞ。ああ、何が何だかわからないが、ナマズ君の意見に賛成だ。完全にナマズ君になってるもんな。一応言っとくが、我が輩ナマズじゃねえからな。そうだったか。これは失礼した。うな。ギじゃねえよ。なんなんだこいつは。ほら、さっさと手伝え。二人を運んでやらねえと。ああ、了解した。よし、撤退しよう。支配が解けたみんなは私がまとめるから、アジトへの先導をお願いしていい？任せろ、もちろんだ。さあ、すぐに脱出だ。案内を頼む。いいからついてこいって。さあ、ということで、エルがユニークスキル、革命の旗を獲得しました。おお。ユニークスキル、ユニークスキルとは仲間ごとに異なる効果を持つ特殊なスキルです。戦闘中、ボルテージゲージが最大まで溜まると使用することができます。ボルテージゲージはバトル中攻撃を与えたり受けたりすることで溜まっていき、ユニークスキルを使用すると全て消費されます。使い時も大そうだな。
アントノたちは寝かせてきた。じきに目覚めるはずだ。ということでアジトに戻ってきましたね。それでだ、いろいろと話すべきことはあるが、まずは君が何者かだね、東四郎。願わくば敵でないとありがたいんだけど。待ってくれ。君たちが怪しむ気持ちはわかるが、それは僕も同じだ。まずここはどこなんだ？というか君たちは何なんだ？そもそもなんでこんな場所に妙に懐かしい感じの喫茶店がある？なんで店に入った瞬間姿が変わったんだ？まあそこはノリとかで行けないかな。行けるわけないだろう。この数十分の間に僕が知る物理法則を無視した現象が少なくとも10個は、いや、あれを入れると11だな。いやいや、あれを入れるなら、はあ、しょうがねえ。一から説明するか。なるほど。ここは現実とは異なる世界で、マリエという女性に支配されている。そして君らは革命軍と怪盗団で、その支配と戦っていると。そういうこと、理解してくれた？できるわけないだろう。そうか、やはりこれは夢だ。あるいは脳に直接仮想現実を構築するディストピアシステムの人体実験に。夢でもねえし実験でもねえっての。ほら、今度はそっちの番だ。お前がなんであんな場所にいたか説明してくれよ。僕はここまでの記憶がないんだ。は？なんだその顔は。いや、これも言いたいことはわかるが、だが本当なんだ。気づいたらここに来ていて、奴らに捕まり。けど自分の名前とかは覚えてるんだよね。ああ、正確に言えば記憶がないのは部分的にと言った方がいいな。自分が議員をやっていたことも含めておおよそのことは覚えている。だがところどころが抜け落ちているというか、かなり妙な感じなんだ。だってよ、どう思う？信じよう。怪しいな、スパイかも。東四郎さんスパイ説結構怖いけどな。いや、素直か。素直がね、取り柄ですからね。まあ、敵って確証もないしな、放り出すわけにはいかねえか。そうだ、無益な争いはやめるべきだ。君ら怪盗団が僕のような立場の人間を怪しむのはわかるが。ちょっと待て、我が輩たちを知ってんのか？去年あれだけ世間を騒がせたんだ。当然知ってるさ。特に年末の大騒動、それぐらいは覚えてる。へえ、東四郎も知ってるんだ。やっぱり怪盗団って有名なんだね。良くも悪くもといった感じだ。法を破り社会にあれだけの混乱を引き起こしたんだ。助けてもらっておいてな言い草だが、正直当時から関心はできなかったよ。ましてや正体が君たちのような子供だったとはね。何か問題が悪いのか？いや、けどどんな事情があるにせよだ、子供が不法なやり方で大人の権力に喧嘩を売るような真似は賛同できなくてね。いかにも正解の人間って感じの言い草だな。すまない、今はそんな話はすべきではなかったな。こんなことを言っておいてあれだが、一つ提案がある。君たちは元の世界に帰るために革命軍と協力しているんだろ？なら目的は同じだ。僕も仲間にしてくれないか？まあここでいがみ合ってても仕方ねえしな。エルたちはどうだ？必要なことは聞いたし、あとは信じるか信じないかだけだよね。そうだな、私は東四郎を信じてみるよ。ありがとう、感謝する。
裏切り者だったらその時は相応の罰を受けてもらえばいいだけだし。意外とクレバーなんだな君。てわけで同志として共に戦おう。どうしろ任せてくれ。こう見えても家事全般は得意だ。まさかの家事担当。戦いには行かない前提なんだね。やれやれ、他の奴らも早く助けられるといいが。なんとかなる、不安だ。まあ、お前と我が輩なら大丈夫か。余計な心配だったな。さあ、ということでスキルちょっと見ますか。スキル3がねいろいろ追加されてんだよね確か。千里眼、チャージ発動時射撃の射程が一マス広がる。結構強いですよねこういうのは。ファントムジャッジ、ガード状態であってもダウンする。そうだな、とりあえず今はスキル系取っとこうかな。まあ何かあったらね多分変えられると思うんで、とりあえずといった感じでいきましょうか。でショップで準備は万全に。モルガナさんの白いかな。それでいいの？じゃあこれちょっとでもね威力上げておきましょう。ゆっくり選んで、いつでもどうぞ。レポートってのあるんだね。どれを見る？ここからこういうのが見られるんだ。そうかそうか、こんな感じ。それはと、それか、それこんな感じ、それこんな感じ。わかった。これだね。それそれね。それはとこんな感じ。めっちゃそれそれって、うん、各種画像を見る。絵だね。おお。すごいね、こういうのもあるんだ。それね。場面の思い出だ。これはムービーの場面を見ることができるってやつか。うん、いいですね。また来てくれ。動画のご視聴ありがとうございます。ちょっとでもいいと思っていただけましたら、チャンネル登録、高評価、コメントをしていただけますと嬉しいです。また、Twitter、Instagram などもやっております。こちらのフォローもぜひよろしくお願いいたします。動画概要欄にございます。そして、他のシリーズもおすすめなので、画面に表示されていると思いますので、こちらもチェックしてみてください。